ベッド1枚譲ってください。よろしくお願いします。こっちまでこれね、紙吹雪作りました。実はね、今日中継なので実際これをばらまくことができません。これをサポーターの皆さんにこれからタクシーに行きたいと思います。そうだね。あ、いやいや、そこに行ったら何も取ってください。おはようございます。すいません、私の作った紙吹雪をですね、ぜひこのコマまで巻いていただきたいと思います。これよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。270年分ってことになる。270年分どれくらいなんでしょう。でもこれ史上最大になりそうですかね。はい、私より若い桜井優子さん。マッチで買ってください。マッチで買ってください。どのぐらいのとかあるは文句なく優勝でした。名古屋はマルケス選手とウェスレー選手の2トップ、トップ下は中村選手です。レッツは田中選手とエメルソン選手の2トップ、山田選手がトップ下に入り、永井選手が右ウィングでした。はい、びっくりしましたね。本当にもう感動しましたね。本当にもう最高じゃないですか。こんな雰囲気あんまり見たことないんで、浦和に来て本当に良かったと思います。本当にこの日本一のサポーターをね、改めて感じました。試合前から本当に最高の雰囲気っていうのをね、みんなサポーターが作ってくれて、久々に試合前からね、興奮しましたね。横浜1点リードです。角田フリーダー、その角田を狙っていきますね。あーっといった、シュート。
横浜2点目が入りました。ガンバ対横浜は2対0、横浜リード。エメルソン、エメルソン、あーどうだ、いった、 PK。 9人のグランパス相手に1対2で敗れ、セカンド優勝の行方は同時刻開催のガンバの結果次第となりました。それではここで晩作の試合結果をお知らせします。ガンバ大阪対横浜 F マリノスは0対2で横浜 F マリノスが2-0 で優勝しました。これはSchönste, ich habe hier 3,5 Jahre Superzeit gehabt als Spieler und jetzt im ersten Jahr sind wir schon Meister, wo wir glaub, alle zusammen, alle Zuschauer, alle Spieler so lange drauf gewartet haben. Und jetzt haben wir es geschafft. Da ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da freut man sich echt super.微妙にちょっと嬉しいですけども、今日勝てれば一番良かったんですけども、本当にいい時にね、優勝できて本当に良かったと思います。まあ、負けて優勝しちゃうところがこのレッズのまた一つの歴史なのかなと思いますけど、せっかくここまで来たので中途半端な歴史を作らないでね、チャンピオンシップ勝ってしっかり歴史を作りたいと思いますけど、 We will play playoff. I give promise for teams. We are champion. やっぱ思ったっすね。嬉しいっす。嬉しかったですね。デビューしてずっとここだったし、J2 とか落ちたり上がったりとかいろんなことあったんで、まあすごい思い出深いスタジアムなんでね、まあ、ここで優勝できてよかったです。Nós começamos o trabalho e a gente sempre desejou isso, na verdade, né? Então a gente fica feliz porque durante o segundo turno, não, mas durante o campeonato todo, nós trabalhamos para esse momento, né? Eu acho que todo mundo se sente muito realizado agora porque treinou, trabalhou, levou a sério. Eu acho que a conquista é de todo mundo porque nós sempre desejamos isso. まあ、怪我にも出たりして、まあ、そこはやっぱりチーム全体でカバーできたんで、まあ、そういった中で優勝できたっていうのがチームとして嬉しいですね。やっとみんなと一緒に喜べるかなっていうのが、まあ、自分も浦和出身なんでみんな応援してくれて優勝できて本当に良かったなと思います。Torcer, claro que a gente está em busca disso, né? Sabemos que tem dificuldade, mas nosso time também está preparado para superar essa dificuldade que tem pela frente. 1年目で、ね、優勝ができて本当に信じられないぐらい嬉しいし、これからもどんどん強くなりたいと思います。負けましたけど優勝は優勝なんで素直に喜びたいですけどね。ディフェンスからフォワードまで、それにベンチ、あと誰も見てないところでサポートしてる人たちにもね、感謝したい気持ちでいっぱいですし、それだけ支えてくれたからこそ優勝できたと思うんで、初めてのリーグ優勝なので、その時にピッチに立てててすごい嬉しかったです。僕は入団してからもう、その前からもそうだと思うんですけど、選手たちを信頼し続けてくれて常に応援してくれてたんで、一つ恩返しができたかなっていう気持ちがあって、本当に一緒に喜べてよかったと思います。サポーターのね、みんなの本当に嬉しそうな顔とか見たら、やっぱりやってきたことは間違いじゃなかったし、まあこれからも本当にこういうね、強いレッズっていうのをね、見せていかなきゃいけないなと思いました。今日はありがとうございました。年長者としてじゃあ一言よろしくお願いいたします。通訳、はい、通訳は山内通訳でございます。皆さんこんばんは。いや、本当にありがとうございました。すいません。We are this! We are this!
ついにこの日が来ましたね。ましたね。残るは勝ち点3、1勝でいいわけです。はい。しかもここ駒場でね、優勝を決められるということは本当に幸せなことです。優勝決められたことはあります。られたことあります。決められたことあります。でもね、今日は決める日ですよ。そうなんですよ。まあね、名古屋相手ですけども、レッツのメンバーはベストメンバーです。はい。今考えられるベストメンバー、予想通りの布陣です。とにかくもうレッツは勝てばいいわけですから、はい、もうね、頑張ることも気にせずに、勝ってビシッと決めてもらいましょう。13節を終え、2位ガンバと1位レッツの勝ち点差は7、勝てば文句なく優勝でした。名古屋はマルケス選手とウェズレー選手の2トップ、トップ下は中村選手です。レッツは田中選手とエメルソン選手の2トップ、山田選手がトップ下に入り、永井選手が右ウィングでした。はい、びっくりしましたね。本当にもう感動しましたね。本当にもう最高じゃないですか。こんな雰囲気あんまり見たことないんで、浦和に来て本当に良かったと思います。本当にこの日本一のサポーターをね、改めて感じました。試合前から本当に最高の雰囲気っていうのをね、みんなサポーターが作ってくれて、久々に試合前からね、興奮しましたね。2点目が入りました。ガンバ対横浜は2対0、横浜リード。エメルソン、エメルソン、あーどうだ、いった、 PK。 9人のグランパス相手に1対2で敗れ、セカンド優勝の行方は同時刻開催のガンバの結果次第となりました。それではここで残酷の試合結果をお知らせします。ガンバ大阪対横浜 F ・マリノスは0対2で横浜 F ・マリノスが優勝しました。これは Ich habe hier 3,5 Jahre super Zeit gehabt als Spieler und jetzt im ersten Jahr sind wir schon Meister, wo wir glaub, alle zusammen, alle Zuschauer, alle Spieler so lange drauf gewartet haben. Und das haben wir es geschafft. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da freut man sich eigentlich super.微妙にちょっと嬉しいですけども、今日勝てれば一番良かったんですけども、本当にいい時にね、優勝できて本当に良かったと思います。まあ、負けて優勝しちゃうところがこのレッズのまた一つの歴史なのかなと思いますけど、せっかくここまで来たので中途半端な歴史を作らないでね、チャンピオンシップ勝ってしっかり歴史を作りたいと思いますけど。 We will play playoff. I give promise for teams. We are champion. やっぱ重かったですね。嬉しいっす。嬉しかったですね。デビューしてずっとここだったし、J2 とか落ちたり上がったりとかいろんなことあったので、まあ、すごい思い出深いスタジアムなんでね、まあ、ここで優勝できてよかったです。Nós começamos o trabalho e a gente sempre desejou isso, na verdade, né?
Então a gente fica feliz porque durante o segundo turno, não, mas durante o campeonato todo, nós trabalhamos para esse momento, né? Eu acho que todo mundo se sente muito realizado agora, porque treinou, trabalhou, levou a sério. Eu acho que a conquista é de todo mundo, porque nós sempre desejamos isso. 苦しい試合もたくさんあったし、まあ、怪我にも出たりして、まあ、そこはやっぱりチーム全体でカバーできたんで、まあ、そういった中で優勝できたっていうのがチームとして嬉しいですね。やっとみんなと一緒に喜べるかなっていうのが、まあ、自分も浦和出身なんでみんな応援してくれて優勝できて本当に良かったなと思います。Torcer, claro que a gente está em busca disso, né? Sabemos que tem dificuldade, mas nosso time também está preparado para superar essa dificuldade que tem pela frente. 1年目でね、優勝ができて本当に幸せ。右ウィングでした。はい、びっくりしましたね。本当にもう感動しましたね。本当にもう最高じゃないですか。こんな雰囲気あんまり見たことないんで、浦和に来て本当に良かったと思います。本当にこの日本一のサポーターをね、改めて感じました。試合前から本当に最高の雰囲気っていうのをね、みんなサポーターが作ってくれて、久々に試合前からね、興奮しましたね。横浜1点リードです。角田フリーダー、その角田を狙っていきます。2点目が入りました。ガンバ対横浜は2対0、横浜リード。エメルソン、エメルソン、あーどうだ、いった、 PK。